はい、月です。本日開封するのはこちらですね。バイオのスマートフォンならではの絵画さらに進化へとホームページ書いてありますが、4月7日本日発売のバイオフォンエースっていうのかな、バイオフォン A っていうのかちょっとよくわかんないんですが、バイオフォン A でございます。早速開封したいと思います。よっ。SIM 設定後は本機を一旦シャットダウンし再度電源を入れてくださいとなっております。私これSIM フリーのスマートフォンとして購入しましたので、SIM は他のものを流用しようと思ってるんですが、店頭で触った時にはなかなかいい質感だと思ったんですけども、いかがでしょうか。まあ一部ではね、ちょっとバイオの名前がつくのにこんなチャッチいのかっていうですね、不評のようなんですが、まあ金額が26,000円ぐらいですね。26,000円前後で売られてますので、税込み26,000円前後ですので、まあまあ妥当じゃないかなというふうに思います。ですね、バイオをご購入いただきありがとうございますということで、安曇野フィニッシュとなっております。はい。で、スターターガイド、スタートガイドがございまして、そしておなじみの USB ケーブル電源となっております。早速電源を入れてみたいと思います。ペリペリになってますね。早速電源を入れてみたいと思います。ここかな。アンドロイド。はい、ようこそ来ました。はい。はい、今設定を終えたんですが、以前、紹介したこの ASUS の、これですね、ちょっと機種忘れちゃいましたけど、こちらの設定をそのまま同じようにコピーしているというような状態です。やっぱ大きさ全然違いますね。画面の大きさは 5.5 インチのフル HD となっているようです。ペリ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 、結構大きく感じますね。はい、はい、設定が終わりまして、大きさの比較なんですが、左から iPhone 7 Plus、そして、バイオフォン Ace、そして今使っている今会社で使っている、Zenfone 3 Max というふうになっております。重さ見ていきたいと思うんですが、 iPhone ですね、ここに今ガラスの割れが入ってしまってるんですけども、これカバーが割れてまして、以前紹介したガラスカバーが3ヶ月足らずで割れてしまいまして、まあポッケにね、後ろポッケに入れてたりしてるのがいけないと思うんですが、まあ新しいカバー、ガラスも買ってきましたんで、まあこれはこれでまた後で付けたいと思いますが、強化ガラス込みの重さが 202g。そして、SNO、バイオフォンエース、こちらが 165g。 そして、保護ガラスだけついているゼンフォン3 MAX が 167g ということで、大きさの割にはこちらの方が軽いということで、やっぱりちょっと手に持った感じも、断然こちらのバイオフォンエースの方が軽く感じます。はい。ではちょっと今日の最後に、例のベンチマークだけですね。アントゥトゥベンチマークだけやってみたいと思います。これ、この29,571っていきなり出てきたんですけど、これはおそらく、こちらの Zenfone 3 MAX でやったものが、そのまま来たんじゃないかな、出てるんじゃないかなと思うんで、もう一回ちょっと再テスト。これ今まで許可して、やったことないので、はい、それではスタートします。
はい、ということで結果が出ました。 44,990 ということで、まあ、なかなかいい結果じゃないかなと。 24,000、5,000円のスマホとしてはなかなかいい結果が出てるんじゃないかなと思います。